はいどうも皆さんこんにちは、みぐまです。今回はですね、仮面ライダー色紙アートの第3弾を紹介していきたいと思います。全16種類かな、全16種類ですね。こちらですね、今回もなんと白星の伝王がいるんですね。狙うは白星伝王でございます。では開けていきたいと思います。パッケージはちなみにジオトリニティのやつとオーズのタジャドルの2種類ありました。よいしょ、あ、そうだ、多分ね10パック10個買ってきました。10個、1つ目はディーンバーン、アクセル、かっこいい、カメラライダーアクセルですね。であとよいしょ、おなじみのねラムネが入ってます、クローバー型の。はい、2つ目、はい、2つ目はこれだ、バーン、やった、めっちゃ嬉しい、白星の仮面ライダー伝王ですよ。乗りすぎ、つきすぎだっけ、違うだ、つきすぎ、乗りすぎ、変わりすぎっていうねタイトルがついてますね。うわ、めっちゃ嬉しい。うわ、いいですね。もも、裏、金、竜と魔人たちが後ろにいて、でこれマックスフォームがいると、でマークもデカデカと。うわ、これめっちゃ嬉しい。もうこう飾ろう家に。うわ、やった、もう満足ですよ。もう今回目的は果たしました。やった。では3パック目、あとは何入れても嬉しいかな。何が入ってるかあんま確認しなかったけど、3つ目はこれだ、うん、ジーニアスですね。ビルドジーニアスフォームですね。これは別に何でもないのか、普通の。おー、でもなんかいいね、背景と黒と白のなんか対比みたいな感じですごいいいですね。4つ目、なんかもう電話出たからすげえ満足。よく言うならタジャドルが欲しいかなとは思いますけど、4つ目、せっかくパッケージ見るならタジャドルが欲しい。4つ目、ほいってん、あ、ジオトリニティだ、表紙になってるやつですね。パッケージのなんかちょっとクライマックスフォームと似てると話題になってますが、ちょっとこの2つが同じ段にラインナップで、まあ、確かに似てるというかほぼ一緒みたいなね、構造的には一緒みたいな。いいですね。なんかこういうのもあれなんですかね、ちょっとオマージュ的なのが入ってるんですかね。5つ目かな、5つ目、多分ワンボックスで今までの経験上白押しは2つしか入ってなかったんで、もう白押しは出ないかもしれないですね。5つ目はこれだ、バーン、パンチホッパーとキックホッパーですね。地獄兄弟、なんかこれなんか黒いオーラをまとっている、まがまがしい感じが出てますね。いやー、いいな、いいですね。うん。6個目、はい、6個目、6個目はこれだ、バーン、スナイプ、なんだっけ、レベルいくつこれ、スナイプのシミュレーションゲーマーレベル50、50かな。ふい、スナイプですね。うん、思惑がちゃんとありますね。うん、いいね、いいね。あんまりエグゼイドは見なかったからよくわからないけど、もう7個目 ?7、8、9、10、 うわ、もう7個目だ、はい、7個目、あと何が欲しいかな。
7個目はこれです。バギーカイザ、うん、かっこいい。紫のなんかエフェクトみたいなのがすごいですね。でこっちがオレンジになってるんで、ちょうどカイザカラーみたいな感じでいいですね。うおーかっこいい。マークもちゃんとカイザ、うん、かっけー。えいえい。8個目、じゃん、バギャーン。お、ゲイツリバイブ。うん、これもかなりいい感じがするな。何だっけ、疾風と暴烈だっけ、なんかうまく塗ってる感じがいいですね。なんかここが胸アーマーみたいなのがこうピコンって開いて変わるみたいな、そんな感じのデザイン結構好きですね。うん、いいね。9個目、結構前半に箱押しが出ちゃったな。9個目、なんだろうな、ちょっとエターナルかメテオが欲しいかもしれない。うん、9個目はバーン。お、言ったらメテオ出た。メテオ、メテオのマーク。メテオね、メテオの俳優さん今やもうバカ売れしてますよね。なんかフォーゼは比較的にライダーどっちも今はもうバカ売れといいますか、人気俳優さんになってますよね。メテオ、当時はこんなんか隕石の頭みたいなのがちょっと衝撃的でしたけど、うん、いいですね。ホワチャホワチャって言って戦ってたのを思い出します。はい、最後10個目、うわもう最後だな。エターナルかな、エターナル。あ、でも王者も捨てがたいな。ラスト10個目はこれです。ダイーン。あれ、箱押し出た。え、箱押し3つ入ってた。やっと、これは嬉しい。え、普通に嬉しいんだけど、アギトのバーニングだ。いやー、やったね。この間ね、ジオもアギト会でしたけど、めっちゃかっこいいこれ、バーニング。なんか、すげえかっけえ。なんで3つ、あ、そうかそうか、ここが違うんですね。なんかジオトリニティはこっちの分類に入るんだ。はあ、はあはあ、だからこっちの劇画風っていうやつであれなんですね。電王とアギトが出たと。今までもそうだったのかな、全然気にしたことなかった。でも箱押し、そうそうね、星が箱押しなんで、箱押し仕様が3つも出た。やった、めっちゃ嬉しいぞ、やったね。はい、というわけでですね、今回シキシアト3ですね、10個買って、箱押しのアギとバーニングで、メテオで、ゲイツリバイブ、強烈と疾風ですね、でカイザ、スナイプ、シミュレーションゲーマーですね、でパンチホッパーとキコーパーで、白押し仕様の電王ですね、クライマックスフォーム、それからジオのトリニティですね、これも白押し仕様ですね。で意外とこのかっこいいジーニアス、ビルドのジーニアスとアクセルですね、この10個ですね、当たりました。いや今回もかなりクオリティが高いというか、すごい出来がいいですよねこのシリーズ。いやもうバンバン続編出してほしいかなと思います。レオン系はなんかまだゼロノスがね出てないのかな、ちょっとゼロノスとね、デネブとか欲しいな。いやでもジークとかも欲しい、デンオ大好きなんでね、ちょっといっぱいデンオ系出たら嬉しいかな。やったぜ。うわー、でもガイムも結構欲しかったんだよな今回な。というわけでですね、今回のね、色紙パート、色紙アートの第3弾の動画、気に入っていただけたら
高評価などよろしくお願いします。またツイッターの方もやっているので、よろしければフォローの方お願いいたします。以上、ミグマでした。やっぱ最後は電王でしょ。ベベンって。